5億円も貸し出ししたのに断密に殴られた。はい、というわけで、今回はね、半沢直樹、第2回を見ましたので、感想などをね言っていきたいと思います。はい、前回はね、5億円の貸し付けをした会社のね、スチール会社の社長が逃げましたね、倒産して。はい、でその社長をね、スチール会社の社長を追い詰めて、もう一歩のところでね、身柄を押さえるところまで来たんですけども、最後に逃げられましたね。で、まあ断密にね、セカンドバックでぶん殴られたんですけども、あれはね、まあボディーガードですよね。まあ女性にしてますけども、本当だったらアウトレイジなボディーガードですよ。はい。はい、でね、半沢直樹、一銀行員の融資課長の半沢直樹が、そのね、5億円を追ってるという状況です。支店長がね、いますよね。浅野支店長がですね、半沢のことをもうかばいきれないよと、おとなしくしろと言ってるわけですね。これはね、本当にね、腹が立ちますね。元はといえばですね、この浅野支店長が強引に5億の融資を決めやらそうとしたわけですからね、浅野支店長だって責任の一端はあるはずなんですよ。でもこれ半沢のことをもうね、かばいきれないよ、つまり半沢は一人の責任なんだからおとなしくしろと、言ってくるわけね。で、それを聞いた半沢もですね、こう額のところに血管が浮き出して、もうピクピク来てるわけですね。もう怒り心頭なわけね。で、どういう交渉かっていうとね、半沢の方は本部の責任もあるんだと、結構多いんだと、つまりね、本部の責任が多いのに、こう全部支店の責任ね、この浅野支店長の支店の責任にしようとしてるんだと、本部は。それを自分は抗弁しただけですよと、言い訳しただけですよと、いうことね。みんなですね、こう半沢課長の一人の責任にして、尻尾切りをしようとしてくるわけですよ。でも半沢はですね、いや、俺がやったんじゃないと言うと、まあ自分の身が助かりたいためにまあ、言い訳してるんだと、こう突っ込まれそうなんで、本部の責任もあるんですよと、ね、支店のせいだけじゃないですよと、前回ね、融資する際に本部にこう審査をね、こう依頼してるわけですから、その審査を通ったってことは本部も了承済みであると。はい、ですから、支店だけのせいじゃないですよってことを半沢はね、主張してるわけね。ここだよね、ここ。この半沢直樹本人としてはですね、もう恨みつらみですよ。ね、確かに自分が融資課長だけども、指示したのは支店長だし、こう審査を通したのは本部のね、部署だし、何なんだと、そういうね、個人的な恨みつらみ、これあるんですよね。なんで俺だけの責任にというのはあるんだけども、それを言っちゃですね、話は終わりなんですね。まあ、自分自身の責任を回避するために動いてるんじゃなくて、まあこの5億円の貸し倒れの失敗、貸し倒れの責任のね、分担割合がおかしいですよと。当然、
半沢の責任ってことは支店の責任だし、支店だけの責任にされそうなところを、いやいや本部もね、かなり、食い込んできてるじゃないかと。そういうふうに、言い訳を、弁明をしたわけですね。つまりね、個人の責任回避、を言いたいんだけども、それをね、組織間の責任問題にこう、すり替えて主張してるわけですね。まあ、こうでもしないと、通らないと。うん。そしてこういうふうにしとくと、自分はね、こう、自分のために動いてんじゃなくて、支店の責任を、軽くするために動いてるんだ。つまり、浅野支店長を助けるために動いてるんですよ、と。はい。こういう、すり替えをやるわけですね。まあね、これをやらないとね、もう、ダメですよね。何やってんだっていう突っ込まれちゃいますから。見苦しいとね、突っ込まれちゃいますから。こういう大義がないとね、なかなか動けないと。そして大義があれば、少しはね、動きやすくなる。うん、まあ支店のみんなはですね、自分たちの責任を軽くするためですから、一応ね、応援はしてくれるはずなんですよ。はい。はい、5億円融資した先の西大阪スチールが、倒産しましたね。で、その、連鎖倒産という形でね、取引のあった、竹下金属、の社長、まあ、赤井秀和ですけども、この人が一応仲間になるわけね。お互いに、その、5億円を取り返したい。5億円をね、取り返したい。または、逃げた社長を許さないと。はい。というね、共通の目的があるわけですから。一応仲間になると。で、このね、社長がね、半沢とね、手を取って、まあ、一緒にやっていきましょうと。苦しいけども、一緒にやっていきましょうと。ああいうわけですけども。半沢がね、ここで、結構微妙な関西弁を使うわけね。で、このね、竹下金属の社長は、その関西弁やめろと。気持ち悪いからやめろと。こう、的確にね、突っ込むわけですよ。ここはね、視聴者が、みんな、こう、薄々感じてるね、そういう部分に、こう、バシッとね、突っ込みが入ると。これ気持ちいいことですよね。はい。まあ、よくね、ドラマとかで、方言の指導が入ってるキャラクターがありますね。まあ、関西弁だけじゃなくて、いろんな方言の、方言を持つキャラクターに方言指導が入って、頑張ってね、役作りするんですけども、完璧にはいきませんよ。うん。そのね、方言の地元の人が聞けば一発で、バレるし。まあ、知らない人が聞いても、まあちょっとぎこちないなということはね、感じ取れるわけです。はい。で、このドラマの半沢課長は、関西の出身ではないんで、この社長に合わせて、関西弁を無理に使ってるわけですね。つまり、社長のね、口ぶりを真似て、自分も仲間ですよってことを、こう、示したいと。まあ、ざっくり言うと、大阪人と友達になりたいから不自然なね、ちょっと微妙な関西弁を使ってしまったみたいな、そういうシーンなんですね。ドラマでよく見る、よく遭遇する微妙なね、方言。
取ってつけたような方言。まあ、これをね、逆手に取る、演出ですよね。いや、本当にね、ここが痺れましたね。はい。で、素晴らしいのは、このシーンのね、意味合いですよね。私がね、解釈したのはこうなんですけども、無理して、この、竹下社長、赤井秀和に合わせようと関西弁を使ってくる半沢課長と、いうことね。で、本来自分は関西弁はそんなに得意じゃないですし、ナチュラルじゃないんだけども、見よう見まねで、仲良くなりたいがために、あるいは、こう、仲間だということを示すために、使うわけですね。で、そんなことはやめてくれと、竹下社長は、言うわけね。つまり、喋り方をね、変えて、わざと、関西人のようなね、振りをするのは人を騙すことなんだと。ね、騙してどうこうというわけじゃないんだろうけども、偽ることなんだと。もうね、騙され続けたで、もうやめてくれと。もう十分だっていうことをね、言ってるんじゃないかなと、思いました。はい。で、口ぶりを真似ずに、関西人に、こう、なりきらずに、仲間として、組んでくれと。そうね、竹下社長は言ってきてるわけね。よく考えれば、お互い立場で違いますよね。片や町工場のね、社長。もう一人は、一銀行員。ですから。全然もう、境遇も違うし、まあ、そういうのは違うわけですね。はい。はい。で、仲間になりやすいのは、同じような、境遇を持つ、同じような、人ですよね。人たちですよね。同じような、家庭環境で育ち、年齢も性別も大体同じような感じで。で、仕事もね、まあ大体似たような仕事をしてると。これはね、話が合うわけですよ。悩みも共通ですし。ね、まあ、そういうことね。でも、このね、半沢課長と、竹下社長はね、全然違うんですよね、立場が。それでもね、この竹下社長は、頼むと。もうお互いね、町工場の社長とバンカーの立場で、そのままで頼むと。こういうのがね、本当のチーム、本当の信頼じゃないかなと思います。はい、先ほど、半沢がね、頑張って5億円を取り戻すことによって、まあ、支店の利益になると。支店の貸し倒れがなかったことになるわけですから。ということは当然支店長も応援するのかなと思いきや、どうもそうじゃないっていうね、お話ですね。支店長は、半沢が5億円を回収すると、困る。困るね。困るという、そういう描写なんですね。いやー、驚きましたね。西大阪スチールのね、社長、宇梶隆ですけども、彼の身柄を抑えられると、このね、銀行の支店長は困るんだと。もしね、身柄を抑えられたら、この支店長が強引に話を、進めたことも分かってしまうでしょうし、もしかしたら、このね、西大阪スチール社長とグルだったかもしれないと。まあそういうね、ことがバレるかもしれない。まあちょっとまだ全然あやふやですけども、面白いよね、この辺はね。はい。国税局のね、
お姉系のキャラクター黒崎がね、また銀行に調べに来たんですね。これね、逃げた社長の隠し財産をこう帳簿上のね、取引から帳簿上からこう割り出すと、うん、まあそういうね、活動をしてるんですけども、これどういうことかというと、半沢も社長の隠し財産を追ってると、国税もそれを追ってると、国税対半沢とお互いにこう競争をして早くね抑えた方が勝ちだということですよね。これはね、よくあるパターンなんですけども、効果的だよね。ドラマがね面白くなる、方法ですね。映画のね、グーニーズっていう映画ありますけども、これもね、同じような構造をしていて、自分のね家が買い取られてゴルフ場になってしまうというのをね知った子供たちが、海賊の地図を発見して海賊の財宝をね取りに行くという、そういうお話です。これね期限が決まってるんだよね。いついつまでにゴルフ場になってしまうから、それまでにお金をね作らなきゃいけない。ですから急いでこう財宝を探しに行かなきゃいけない、海賊の財宝を、宝探しをしなきゃいけないということね。で、途中からですね、フラテリ一家というね、ギャング団みたいな、そういう一家と、一家も、この宝の地図を、宝を追ってると。つまり、フラテリ一家と、この子供たちで、レースをするわけですね。宝探しレースですよね。早く見つけた方が勝ちと。本当だな、期限いっぱいまで、じっくりしっかり探せばいいんだけども、フラテリ一家が追ってきてるんで、彼らと勝負しなきゃいけない。彼らと競争しなきゃいけない。競争なんで、もうかなりですね、危ない橋も渡るし、強引なね、手法を取ると。見てる方もドキドキして、ハラハラすると。この目的をですね、競わせる方法。これはね、効果的だよね。いろんな作品に見て取ることができますけども。このね、半沢直樹では、半沢と国税の黒崎。これが、逃げた社長を追ってる。あるいは逃げた社長の隠し財産を追ってるということです。はい。で、国税がね、銀行に調べに来た時に、もうね、半沢はピーンと来て、あれだと。隠し財産の海外リゾート物件だと。あれを国税も追ってるんだと、気づくわけです。まあね、それはまあわかるんですけども、それを気づいた半沢はね、ダッシュで、この原本資料をね、倉庫に押さえに走るわけ。つまり、国税に押さえられると困るから、原本の資料を、自分がね、ちょっとかすめ取ってしまおうと。もう、国税来てますからね、目の前に。どうすんのかなと思ったら、部下のね、中西がいましたね。2年目のね、あいつですよ。2年目のあいつ。ひょろっとしてるね、部下の中西が、国税にね、遠回りの道を教えるんですよ。近道ですから、1階に降りてからです、みたいな。ね、本当はもっと近いところあるんだけど、遠回りをわざと教えて、時間を稼ぐと。その間に、半沢は、近いルートから、倉庫に、ダッシュして、で、肝心要のね、資料をこう抜き取ると。はい、ここはね、本当に好プレーですけども、
全くね、打ち合わせなしですから、これ。うん。ひょろっとしたね、2年目の部下の中西が、こう、察してですね、国税に遠回りの道を教えたと。はい。この2年目の中西はね、意外に切れ者なんじゃないかと。そういうふうにね、こう読めますよね。まあ、とにかく、ドキドキするね、シーンで、楽しみました。はい。で、このシーンでね、私がね、面白かったなと思ったのは、よく会社とかで、テロリスト対策してる会社ってありますよね。盗まれてはいけないものがあるとか、ね、あるいは、知られてはいけない、絶対に知られてはいけない情報が、あるとか、要するに、機密を扱うようなね、会社だったり、あるいは、武器に転用できるようなものを扱う会社だったり、まあ、その辺はね、あると思うんですけども、そういう会社はですね、会社の中をですね、公開しないですし、こう迷路のようにですね、すぐにそこに行けないように、わざとこう迂回していくようなね、ルートを作っていたりとか、そういうふうに聞きました。つまりね、すぐに階段で地下の倉庫に行けないようにしてるとか、なんとか。まあ、テロ対策としてはそうなんだけども、今回はテロリストじゃないですから、国税ですから、こう、情報戦ですね。情報戦のためにもですね、そういう建物のね、構造的な、こと。つまり、内部の、銀行内部の人間よく知ってる近道ルートがあって、で、外部の人間が、もうすぐにはわからないような、あるいは遠回りしてしまうような、そういうですね、入り組んだ構造。という風になってるのかなと。実際はね、どうかわかりませんけども、そういうことも必要なのかなと。そんな風に思いました。はい。半沢直樹の味方となってくれそうな人物ですけども、大和田常務っていうのが出てきましたね。大和田常務。香川照之ですけどね。このね、大和田常務は、半沢の味方になってくれそうな、人物なんですね。ただね、まだわかんないですよ。第1話でね、結構怖い顔してましたから。だから、まあ、味方になってくれそうな感じはしますけども、まあ、どこでね、手のひら返されるかわからないという。あるいは、こう、半沢をね、頑張れ頑張れと応援して、こう、果実だけを収穫するというね。結局、半沢は首なんだけども、飛ばすんだけども、5億円は、回収してこいと。ね。まあ、そういう冷徹な人なのかもしれないですし。まあ、このキャラクターはね、楽しみな、まだね、前面には出てきてないけども、とてもね、楽しみなキャラクターです。はい。まあ、新たな仲間になった、もう一人のね、連鎖倒産した社長がですね、いるんですけども、その社長に、その社長が、資料を全部見せてくれと。ね。もう少しでも手がかりあるかもしれないんで、重要な資料を全部見せてくれと。いうわけ。で、そこにね、のこのことこう、資料をね、重要な資料を持ってくわけですよ。はい。この西大阪スチールのね、会社の取引の明細みたいなもんでしょうね。その資料をですね、これ超重要資料なんですけども、それを勝手に持ち出して、このね、新たな仲間になった社長に見せようとしてるわけね。何もね、こう紙の資料、原本の資料をね、持ち出さなくたっていいじゃないかというね、ツッコミが入りますよ。ここはね。もしね、紛失したらどうするんだと。もしね、亡くなったらね、どうするのっていう、そういうツッコミですよね。
資料を見せるだけだったらね、どういう方法でもできるんですよ。はい、紙の文章をスキャンして、はい、紙の文章をスキャンして、データとしてね、持ち出してもいいし、まあデジカメでね、画像として、やってもいいですね。この資料はね、この隠し財産を探す上でも大事だし、最後のね、裁判資料としてももう、価値があるわけね。ですから、はい、コピーをね、取っておかないことが、まあ、信じられないですね。まあ、コピー取っとけばですね、原本が燃えたって別に、やることはやれるわけだから。うん。もう、ねえ、ここね。うん。はい、今回のね、このストーリーは、仲間になってた、仲間だと思ってた人間にこう裏切られるとかね。まあ、騙されるとか、そういう、ことがありましたね。まあ、そういうね、ことで相手が一枚上手だったというね、セリフがありますけども、あいつが悪いって言わないんですね。相手が一枚上手だったと、そうね、表現するわけ。まあ、同僚とかね、仲間とか、そういう人間も信用ならんと。はい。まあ、そういうことですよね。信用してたのに、騙された。だったら、あいつは悪い奴だと。ね、言えばいいんだけども、元からそんなには信用してない。あるいは信用してはいけないと。うん、いうこと。で、このね、仲間を信用をしないで、まあ相手が一番上手だったというセリフですけども、このね、逃げた社長も、この、目の前のね、町工場の社長も、顧客だったんですね。お客さん。銀行のお客さん。彼らを信用ならんと、ね、信用するなという意味合いですよね。ちょっと聞こえ悪いですけども、そんな全面的には信用しちゃいかんよということ。まあ考えてみりゃそうですよね。お金を貸し出してそこから利益を得るわけですから、きっちり返してもらわないと銀行が損しちゃうわけね。ですから、まあ顧客の中にはね、こう騙して逃げようとかいう人も少なからずいますよね。うん。で、そういう人を見分けるんだと。そのためには、まあ善良な人もね、ちょっと疑ってかかんないといかんと。はい。まあ、ちょっとね、聞こえ悪いんですけども、動いてるお金の額が全然桁違いなんですよね。普通のね、一般の企業がなんか売る、メーカーとかね、は、騙されてもお金の額はそんなにはいかないですよ。5億円とかね、いかないですよ。うん、はい。でも銀行の場合は、騙されたらもうアウトだと。ね。まあ、そういうことなんですね。うん。はい。ラストのね、シーンですけども、西大阪スチールの社長がね、まだ海外に逃げてないんだよね。はい。5億円以上持ち逃げしてるんだけども、まだ海外には飛んでないと。ね、だから、この社長もね、かなり苦しいんじゃないかなと。ね、国税と銀行に追われて、しかも海外に飛ぶこともできないと。いやー、これはね、
なんていうか、逃げられないという、逃げ切れないというね、苦しさ、ここは出てますよね。それからラストのね、ドアを開けるシーンですけども、ちょっとね、こう、驚くような演出がありましたが、これはね、映画のね、羊たちの沈黙、はい、羊たちの沈黙と同じような、方法ですね。うん。はい、このね、こう車内のドロドロした人間関係とか、あるいは、こう、上司がね、部下をこう、はめるとかね、そういう展開になってますが、こんな会社行きたくないですよ。うん。こういう会社がね、事前に分かってたら、入社したくないですよね。いくらね、給料が良くても。まあ、結構ブラックなんじゃないかなと私は思いますね。よく最近ブラック企業、ブラック企業っていうふうにね、まあ、話が出ますけども、こう、社員にですね、不当にこう、プレッシャーを与えるとか、はい。あるいは、あるいはですね、才能があって、まあ、きっちりやっている、社員を、こう、辞めさせようとか、ね、辞めさせよう、辞めさせようとね、持っていくとか、うん、まあ、こういうのもブラックなんじゃないかなと私は思いますけども、ブラック企業はね、なぜ自然淘汰されないか、というのをね、ちょっとね、考えました。はい。例えばね、何でもいいですけども、バス会社。バス会社で、こう、運転手さんにね、過度なノルマを課したりとか、あるいは、きついね、労働環境、例えば、休憩を取らせなかったりとか、睡眠時間をあんまり十分に与えなかったりとか、そういう風なバス会社だったとしましょうか。そうすると、いつかね、まあ、大事故を起こすわけね。そうすると、それが、まあ、ニュースで出て、バーッと広がって、実は、この会社は、すごいね、過度な労働をさせてたんだと。きついね、シフトだったんだと。いうことがね、バレますよね。そしたら、その会社のバスにはみんな乗らないわけですよ、もう。だって死ぬわけですから。ね。そこの会社のバスに乗ったら事故って死ぬわけだから。はい。で、改善しましたと言っても、まあ、信用ならんと。言って、その会社は潰れていくわけね。これが自然淘汰ですね。はい。で、まあ、銀行ですけどね。これ、金融関係で、例えばブラックだとしましょうか。で、自然淘汰が起きるかどうか。私はね、起きないと思いますね。要するに、ブラックだろうが何だろうが潰れないと。うん。まあ、銀行そのものが潰れにくいっていうのはあるんだけども、例えばね、銀行行って、社員の様子を見て、社員がですね、全員目の下にクマを作ってると。ね、あるいはもうね、ドロドロしてるんで、微妙な顔をしてる。そしたらお金を預けないんですかっていう話ね。うん。預けますよね。あるいはお金を借りに行かないんですかっていう話。借りますよ。うん。はい。つまりね、すごいブラックな環境で社員がこう疲弊してて、その社員のパフォーマンスが、直接顧客に影響するような職業。これはね、顧客が嫌がるんですね。パフォーマンス落ちてるじゃないかと。で、不足じゃないか、事故をしてるじゃないかと。いうふうにしてね。うん。でもね、この銀行例にとって言うと、社員のパフォーマンスが落ちても、
別にお金を貸してくれるし、お金を預けたら別に返ってくるし、あんまり関係ないわけですね。社員が疲弊して目の下にクマを作っても、社員がガンガン辞めていこうが、預金をね保護されるし、お金を貸してくれると、まあこれはね、自然淘汰は起きないですよ。だからまあ社員のね健康面とか精神面のパフォーマンスが直接ね、顧客に影響しない、職業はね潜在的にブラック企業になる可能性を秘めてるということですね。例えばね、航空会社のパイロット、航空会社のパイロットに、過度にね、シフトを入れて寝かさない、あるいは風だろうが何だろうが飛べという会社があったら、まあ事故りますよね。事故らなくても、それがね外部にバレたらまずいと、ですからね、航空会社のパイロットは、まあ本質的にホワイトなんじゃないかと私は思いますね。それから外食産業、よくねブラックだなんだって言われる外食産業ですけども、外食産業は、まあ、例えばシェフ、レストランのシェフにしましょうか。シェフがですね、寝てないと、でパフォーマンスが落ちてるという時にどういうことが起きるかと考えると、シェフがですね、もう疲弊してる場合は、塩と砂糖をね入れ間違えて料理を作るとか、まあそういうもんですよね。これまあ味が落ちるんですけども、それによって顧客がね離れるか、まあ多少はね離れると思いますが、別に死ぬわけじゃないからね、飯がまずくたって死ぬわけじゃないから、それほど離れないと。あるいはね、もう服屋さんどうでしょうね。服屋さん、服屋さんの社員が、結構疲れてると、でも売ってる服はそこで作ってるわけじゃないから、服の品質は変わらないですね。まあ聞いてもね、サービスが悪かったりとか間違えたりとか、まあそういうことが起きるかもしれないんですが、別に服は買えるし、死ぬわけじゃないとね、いうことで、やはりこれもね、ブラックになる、潜在的にねブラックになる要素を秘めてると思います。はい、第2話ではですね、結構騙し合いみたいな、そういうのが多かったですね。新しく仲間になった社長が、タクシーで来る下りありましたね。タクシーの下りが犯罪はねおかしいと、倒産した社長がなんでタクシーで来るんだと、そこはね私もね見てて思いましたよ、途中で。最初のね別荘の下りは気づかなかったですが、タクシーの下りはね、タクシーの下りは私もねその時におかしいぞと、これ演出ミスかなとちょっと思いました。そしたら演出ミスではなくって、実はそれが伏線となってというね、そういうことだったんで、やられたなと思いましたが、ラストのシーンでも見てる人をね、勘違いさせるような、あるいは見てる人を騙すような、そういうね演出がありましたね。これがね、私はすぐ羊たちの沈黙のあれだなと思いましたけども、こうなんていうかな、半沢直樹がガンガン騙されていく、裏切られていく、それをですねこう見てる人、視聴者にも体験してもらいたいとね、
こう最後に、こう、ドア開けた時に、みたいな。そういうのをね、演出を入れて、体験してもらいたいと。うん、まあそういうね、作り手の気持ちですよね。まあサービス精神と言ってもいいですし、こう視聴者をね、どうしても巻き込みたいんだと。ね、単なる、お話としては、見通しくないんだと。ね、実際の自分のことだと思って、見てほしいんだと。はい。そしてね、騙されたら、怒って、欲しいし、人に助けられたら、泣いてね、感動して欲しいし、まあ、そういうメッセージのようにね、私は受け取りました。